皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで、今回も、こちらの、VS コムレジェンドで、まあ、勝てばもらえる指定選手を使って、レジェンドの、ね、確定を、紹介していこうかなと思います。まあ、前回、前々回、まあ、2回分動画出してると思うんですけど、まあ、そちらで紹介しきれなかった選手をねやっていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、固定コメントに、今回の動画で紹介する選手をね、書いてると思うので、そちらをぜひ参考に、見ていただければと思います。あと他の動画も一応固定コメントに多分、載せていると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回は、第3弾ということで、一応次回もあります。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまずは、ケビン・キーガンですね。キーガンを確定で取るには、コムプレースタイルのダーティングドリブラーと、あとは能力のジャンプですね、こちらを取ることによって確定にすることができます。まあ、一番安い組み合わせがまあこれなんですけど、ダーティングドリブラーあとジャンプ、こちらをまあ ST に、ね、どちらかすると、まあ、こちらでも、ね、確定にすることはできます。こんな感じですね。はい、ただ ST がめっちゃ高い、今20万 GP ぐらいするんで、それだったらさっきのダーディングドリブラーと、ジャンプの方組み合わせの方が、安く上がります。ダーディングドリブラーが今4万から5万ぐらいですね。でジャンプはちょっと安めにはなってます。2万5000からまあ3万そこぐらいなので、まあ、大体合わせて、まあ、6万7万ぐらいで取れるのかな、ぐらいで取れるんで、まあ、こっちの方がね安く済むと思います。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてはフィーゴですね。フィーゴを取るには、プレースタイルのウィングストライカー、あとはポジションの右ウィングですね、こちらを使えば確定にすることができます。はい、まあ、他で言うと、こちらのウィングストライカーをアーリークローサー、コムプレースタイルかなのアーリークローサーと、もしくは、得意なチームコンセプトにあるこちらのプレッシングのアグレッシブ、こちらにしても、確定にすることができます。はい、まあ、一番安いのはウィングストライカーですね。ちなみに右ウィングが今4万 2000GP ぐらいですね。はい、で、一番安いウィングストライカーが2万で、次に安いのがアグレッシブで、2万7000で、アーリークローサーが一番高くて4万7000ですね。はい、ということでおすすめはこちらをウィングストライカーに、することですかね。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてトッティですね。トッティを確定にするには、スキルのルーレットと能力のグランダーパス、こちらを取ることで確定にすることができます。こちらのルーレットは、同じくスキルのコントロールループでもね、確定にすることができます。で、ルーレットとコントロールループはまあ金額的には6万なので、どちらもまあ同じぐらいで取れるかなと思います。安い方を選ぶといいと思います。ちなみにグランダーパスが4万2000ぐらいですね。でもう一つまあ組み合わせがあって、ナンバー10とあとは、ポジショニングフォーメーション重視、こちらでもね確定にすることはできます。ナンバー10がね結構高いんでね、多分ロナウジーニョとかあとマラドーナとかもいるんで、こちらが高くなっております。今14万 GP ぐらいしますが、こちらのフォーメーション重視がねめちゃくちゃ安いですね。1万 5000GP ぐらいなので、ナンバー10の値段次第ではこれが一番安く上がるんですが、まあ、そこら辺は価格見ながらという感じですかね。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてピレスですね。ピレスを確定で取るにはプレースタイルの、ウィングストライカー、そして身長185センチ以上、こちらで確定にすることができますね。はい、一番安いのはこの組み合わせだと思います。ウィングストライカーは先ほども言いましたが2万 GP ぐらいで、185センチが、6万 5000GP ぐらいです。その他で言うと、まあ、ウィングストライカーあとは185センチ以上のところを登録の、ね、左ミッドフィルダーにしても、確定にすることはできます。ただ左ミッドフィルダーが8万なのでちょっと割高にはなります。
ますね。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いて、ジーダですね、ゴールキーパー、こちらの選手確定にするにはスキルの低弾道パント、こちらを取れば確定になります。こちら結構安いです。2万 GP ぐらいなので、まあもうこれ1個で済みますし、もうこの組み合わせで十分かなと思います。はい、ということで次の選手へ行きましょう。ここから金の選手ですね、金の選手ということでオークションは特に必要ありません。そちらのね、スカウト持ってれば、すぐ確定にすることができます。まずはマクマナマンですね、こちらは、登録ポジションの左ミッドフィルダーを取れば、確定にすることができます。一応星3で置いてますが星4でもね大丈夫ですね。あとは、まあ、左ミッドフィルダーがない方向けに、こちらの瞬発力とあと年齢25歳から29歳こちらでもね確定にすることができますね。こちら一応星4、4で組んでますが、どちらか一つを3にすることも可能ですね。はい、まあ、なので左ミッドフィルダーか瞬発か25歳か、まあ、こちらの、ね、3つ、持ってるやつで組み合わせればいいと思います。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてキャンベルですね、キャンベル確定にするには、ポジションのセンターバックとあと地域大陸のヨーロッパ、こちらで確定にすることができます。はい、これもちょっとこれしか組み合わせ見つからなかったんですけど試合後にもらえるやつで言うとこれですかね。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてプティですね、こちらプティを確定にするにはポジションの DMF とあとは地域大陸のヨーロッパこちらで確定にすることができます。あとはヨーロッパのところをキック力もしくはグランダーパス、こちらでも確定にできますし、185センチ以上それとキック力こちらを組み合わせても、確定になります。でこちらもキック力をグランダーパスに変えてもね確定にすることができます。ということで、まあ、そこら辺を組み合わせるといいと思います。はい、次の選手へ行きましょう。はい、続いてデニウソンですね、デニウソンはポジションの左ウィングでね確定にすることができます。まあ、左ウィングがまあどうしてもない方向けに、もう一つだけ、利き足の左足ですね、それから能力のボールコントロールこちらでもね確定にすることができます。はい、まあ、なのでどちらかで取ればいいと思います。はい、次の選手へ行きましょう。はい、続いて、ジウベルト・シウバですね、こちらを確定にするにはポジションの DMF と利き足の右足こちらで確定にすることができます。試合後に落ちるものだけで言うと正直これしか見つからなかったですね。はい、ということで次の選手行きましょう。はい、続いてジュリですね、ジュリは、ポジションの右ウィング、こちらにすると確定になります。ただまあ右ウィングがない方向けに一応もう一つあって、能力のボディコン、こちらでもね確定にすることができます。はい、まあ一つでいいんでねこれはちょっと楽ですね。もちろん3でもいいですし4でもいいという感じです。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてジョルカエフですね、ジョルカエフ確定にするにはポジションの OMF こちらで確定になります。まあ、OMF はねない方向けにもう一つだけ、能力の瞬発力年齢の30歳以上こちらでもね確定にすることができます。はい、なのでまあどちらかでね取ればいいと思います。はい、続いていきましょう。はい、続いてクライファートですね、クライファートはポジションの、センターフォワードそして能力フィジカル、こちらで確定にすることができます。あとはフィジカルを、身長185センチ以上でもね確定にすることができまして、もう一つは、身長の185センチ以上と、能力の決定力こちらでもね確定にすることができます。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、ということでこの動画ラストはサムエルですね、サムエルは利き足の左足あとはポジションのセンターバックこちらで確定にすることができます。あとは、こちらのセンターフォワードを、
能力のフィジカルにしても確定にすることができますね。はい、どちらかのね、組み合わせで取ることができます。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。次回まあラストということで残りの、何人だろう選手たちをやっていこうと思います。ぜひそちらも気になる方はぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。